起動。バトルシーケンスを開始します。さあ、敗者復活1戦目。放送しているのは1戦目のアイルさん、大塚さん、同時進行でクルスさん対アクセンチュアマンさんの試合も行っております。お願いです。ドライブ。こちらのターンです。俺の番だな。さあ、高校の司さんはどう出るか。アントワネットオーバーに展開。さあ、しかしこれでは相手の回路が止まらないが、ターンを終了します。さあ、当然カエルが突っ込んでくる。これは受けても損するだけですので、ライフを1点失ってでもブロックはしていかない。おっと、カエル2体目登場。こちらのターンです。俺の番だな。さあ、気になっておりましたランサー、ここで登場。いきなりオーバークロック状態で奪い出てきます。ランちゃん怖い。めっちゃうちは寝た。ターン終了します。さあ、ここはカイムで受けずに、司さん、アイルさんから1点を奪います。おっと、ラグエル姉さん登場。まあ、ただランサー、ここ BP は削りきれない状態ですが、まあ、ここもカイムのアタックは通す。で、当然ここは2体目も突っ込んでくるんじゃないでしょうか。おっと、悩んでいるが、青を突っ込ませる。さあ、司さんのライフはと思いましたが、ここは不可侵発動。さらにセコンド発動して BP9000。 ここはカイムを止めた。ブロックレベル上昇。さすがに2点目はやらないといった姿勢でしょうか。俺の番だな。さあ、奥のクルスさん対アクセンチュアマンさんの試合はただいま3ラウンド、ライフはお互い7対7のまま、しかも場に5体ずつユニットが並んでいる状態で膠着状態となっております。どう攻めるか。あ、ブラッドハウンドを場に出したけれども、ここは何もできない。ターンエンドして、4ラウンド先行、アイルさんのターン。おっと、ラグウィルをまた場に出していく。
プリティビルを召喚して精霊ユニットを回収。さあ皆無でのアタック。さあここもスルーしていく。まだライフは4点ある。しかしここはラグエルはどう動く。あ、ここはターンエンド。 BP6000 ユニット3体残しと、うん、BP6000 ユニットを2体残していく。さあ風車で CP を回復したぞ。これでさあ奥の方の試合では試合が動いている。5ラウンド先行、クルスさんのターン。その前のターンにアクセンチュアマンさん、ライフ5点を失っております。残り2点。さあ司さんはアントネットを2体並べ、キャットモールを召喚。キャットモールの BP は7000。さあホークアイショットで狙うのはフラグエル。さあここで奥の試合は決着がついて、クルスさんの勝利です。お疲れ様です。ラウンド終了します。アクセンチュアマンさんお疲れ様でした。もし時間あれば大会終わった後皆様とトレードなどもできると思いますのでぜひ見ていてください。ドライブ。さあ、どんどんいっちゃいましょうか。さあクルスさん連戦になりますけれども、クルスさん対パラリンさん。じゃんけんしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。パラリンさん勝って先行取る。クロックレベル上昇。こちらのターンです。うん、そこでいい。うぜ、キクション出なかったんですか。なんで出なかったんですか。いやいやいや、出ればよかったのに。大変になっていいと思います。さあ司さん対アイルさんの試合は中盤6ラウンドへ進んでおります。おっとここでアイルさんの浄化ゲージが溜まっていた。さあラグエルを突っ込まして、キャットブルで BP は勝っているが、次はドイツだ。オーバークロックに行こう。行動源復活します。これでどう。一応分かってどう。あ、ちなみにいつもの大会の優勝賞品、優勝者が8枚、準優勝4枚、3位の人が2枚ずつカードを選べますが、そこで残ったカードはもう自由にお配りいたしますので、もし欲しいカードあったら選んどいてください。ちょっと一応早いもん勝ちにはなりますんで。いいっすよ、フランクって言って、フランクと。え、フレンドリーだから。こちらのターンです。それでちょっと1位の人にいいカードばっか固まるのもちょっと残念なので、1位、2位、3位の人1枚ずつ選んでまた1位の人に戻るっていう形になりますので、よろしくお願いします。
さあジョーカーを発動させて、ターンを終了します。ユニットを一体落としていくが、司さんができたのはそこまで。アイルさんにターンを移してしまう。お願いね、任せて。さあビシャモンで1点食らうのは確定していますが、どっちか。さあまずは1点を奪い、損傷危険域です。さあミカエルで進化させて、ここでアタック権が生まれてしまう。さあとどめの1点が入り、アイルさん勝利です。お疲れ様です。作戦を中止します。